私はで田愛子と申します。あの NHK の国際放送局で、あの英語のニュースを読む仕事をしたり、あと英語であの国際情勢についての,あの解説をする仕事をしています。あのバンコクの特会員をしていましたので、あの解説の地域的なエリアとしては、まあ、アジアやあの著場国の開発の課題などについて解説をしています。